見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。老後資金問題に、まさに青天の霹靂とも言えたコロナ禍。いつの間にやら家計は火の車。そんな状況の人でも、焦って投資や保険に手を出すのは悪手かも。甘い言葉に釣られないよう、ジャーナリストの荻原博子さんが解説してくれました。金利 3% 以上ならインチキを疑う目を持つ19年に、老後円不足問題が注目されました。これは総務省の家計調査17年から、高齢世帯の平均収入と平均支出を抜き出し、その差額、月約5万5000円 ×1 ヶ月 ×30 年を単純に計算し、公的年金だけでは円不足すると指摘するものでした。これらはあくまでも平均値で、しかも高齢になるほど支出が減ることなども考慮されていない、一つの目安に過ぎません。当てはまらない方も多いのですが、数字だけが一人歩きし、投資の必要性をアピールするために利用されてきました。今も、投資は必須、と語る専門家もいますが、誰がコロナショックを予測できたでしょう。それほど現代は、先行き不透明で予測不可能です。そんな中、リスクのある投資で虎の子の老後資金を失わないように、コツコツ投資が貯金を食いつぶす大和処方を書きましたが、本誌では、特に騙されやすいセールストークの裏側を考えていきましょう。分散投資で、リスクは回避できます。分散投資はよく卵に例えられます。一つのカゴに入れておくと落ちたら全部割れてしまうが、いくつかに分けておけば落ちるカゴも残るカゴもあるから安心だというのです。しかし、リーマンショック級のリスクが来たら、分けたカゴすべてが落ちてしまうことも。卵を守りたければ、落ちても割れないゆで卵にしておくことです。つまり、現金化して貯金すること、キャッシュが一番強いのです。特別な高金利商品です。今の時代、高金利には注意が必要です。1% 以上の金利がつく商品には、カラクリがあり、3% 以上なら、インチキだと疑う目を持ちましょう。例えば、定期預金金利が 1% という商品はほとんど、同時に投資信託を契約することが条件。つまり、投資信託と定期預金のセット商品です。しかも、1% の定期預金金利は1ヶ月だけということも。100万円預けて利率 1% なら利息は1万円ですが、それは1年ものの場合。1ヶ月ものなら利息はわずか800円余りで、ヶ月目からは通常の金利に戻る。これがからくりです。